アップ、バンガード、ライド、ジェットインクフォックス、ライド、真空のパン、私が先行よ。ライド、国力の研究者セシル、スキルで1枚ドロー、ターンエンドよ。ライド、研究のアトラス、パーンのスキルで1枚ドロー、アトラスのスキルでソウルチャージだ。ライド、黒曜の科学者マチルダ、教えてあげるわ。マチルダは山札からめくったカードがノーマルだった場合とトリガーだった場合とで異なる効果を発動させるのよ。抽選、何が起きるのか、全てを運に委ねるのか。今回はトリガー、マチルダのクリティカルプラス1よ。シルバーウルフをコール、ついてきなさい。イエスマイバンベリー、ノーガードだ。俺は負けない。キャピタルは絶対に渡さない。ライド、武闘のプロメテウス、姿勢のパルテノス、月光のダイアナをコール。プロメテウスでマチルダにアタック。ガード、カスタネットドンキー、ドライブチェック、パルテノスよ、行け。ダイアナのスキル発動、ゲット、イマジナリーギフト、フォース1。学びなさい、知恵と知識を持って。ライド、国営の大剣聖イザベル、ゲット、イマジナリーギフト、アクセル1。イザベルのスキル発動、今回はトリガー、手札に加えるわ。メギツネめ、こいつもマチルダみたいに抽選するのか。おいでなさい、ジオグラフジャイアント。バイナキュラスタイガーとシルバーウルフの出番よ。バイナキュラスタイガー、プロメテウスに。ガード、イクサミコククリヒメ、今度は私が。ジオグラフジャイアント、プロメテウスにあなたの強さを学ばせなさい。そこには全ての運命が記されている。我はそれを読む者。水産光天神ウラヌス、ゲット、マジナリーギフト、フォース1。ウラヌスのスキル発動、ゲット、マジナリーギフト。これでウラヌスのパワーはプラス1万。アトラスをコール、パルテノスをコール、さらにもう一体アトラスをコールだ。サークルシフト、聖域展開。イメージを塗り替えろ。オ
いなる星読みの守護神、絶海巨神ヴァルケリオン。パルテロス、バイナキュラスを倒せ。ノーガード。ノーガード。ドライブチェック、ファーストチェック、セカンドチェック。ヴァルケリオン、ゾディアックブレーザー。そんなカードを持っていやがったか。まだだ。ドライブチェック。効果は全てパルテロス。頼んだぜパルテロス。無駄よ、ディクショナリーゴートとセシルでガード。もう一度イザベルにライド。イマジナリーギフト、アクセル1。また例の抽選を使う気だな。今度はどっちだ。どっちもよ。どういう意味だ。イザベルの真の力を教えてあげる。イザベルはこれまで片方しか使えなかった効果を両方とも使えるの。何だ。イザベルのスキル発動。これでイザベルのパワーはプラス15000。出てらっしゃい、ジオグラフジャイアント。モノキュラスタイガーもおいでなさい。そしてマチルダ、あなたも出番よ。マチルダのスキル発動。これでこのターンマチルダの攻撃は2体以上でしかガードできない。何？それだけではないわ。クリティカルもプラス1へ。マチルダもかよ。ウラヌスにアタック。ノーガードだ。ツインドライブ、ファーストチェック。セカンドチェック。パワーはモノキュラスタイガーに、クリティカルはイザベルに。冷静で的確な判断ね。しかも正解だわ。けれどそれが勝利につながるとは限らない。さあ運試しよ。ダメージ5。覚悟が決まらないのかしら。ここまで来て最後は運に頼るしかないのか。